ちは、ひとつぼ TV です。暑いですね、暑い。今日も35度かな。はい、暑いけど頑張りましょう。今日はここは清水の1丁目です。京阪のね、森庄司とあと千林もね、近くです。両方とも多分4分、5分ぐらいで徒歩でね、行ける場所にございます。賃貸の戸建てになります。ちょっとね、変わった家というか、この秘密基地感がね、というか、あの、手応えというか、こういうね、ちょっと一般的だったら、あれになるそうですね。で、結構ね、古いですよ。カメラマンの体勢がしんどそうなんで、もう入ります。はい。今度はシーちゃん。はい。築はね、昭和38年頃とのことです。古民家ですね、いわゆる一つの。こちら行きましょうか。こっちはね、4畳の和室があって、こちらのダイニングはね、これ。段差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 。そしてキッチンは入れ替えされてございます。新品ですね。はい、棚です。棚も新品ですね。水回りがね、されてるのです。お風呂と洗面台も新品に入れ替えされてございます。ここもプチシンって感じですね。古いもんと新しいもんが両方あるお家です。で、トイレもウォシュレットに入れ替えてます。よいしょ。では2階に上がります。この2階は 9.5 畳ぐらいですね。うん、収納がね、収納がもう収納収納収納あって、あ、ここもここも棚、ね、こっちにもまた棚があって、うわっ。賃貸の戸建てです。家賃はね、8万円安い。敷金1ヶ月で12ヶ月必要となってございます。また物件の詳細の方は YouTube の概要欄の方にも記載してますんで、お問い合わせお待ちしてます。